こんばんは。なんかボサボサ。こんばんは。こんばんは。お待たせしました。配信です。こんばんは。髪型変えた？いや、多分今は前髪がちょっと伸びてきちゃって。こうやって横にピッピッってやってるだけなんですけど、だからちょっと汚い、ちょっと前髪が伸びてきちゃいましたね。うん、ニョロコパンさんありがとうございます。パンダ、うん、なんか最近はですね、コンサートのリハーサルとかがあってて、なかなか劇場公演もね、明日久しぶりぐらいにあるんですけど、だから前髪もずっと伸ばしっぱなしの感じで、そしたら意外と前髪が結構伸びちゃって、だから明日どうしようかなって思ってます。明日は久しぶりに、1週間ぶりぐらいに公演があるんですけど、そうだからどうしようかなって明日は髪の毛何しようかなとかも今思ってます。前髪切ろっかなとか考えてます。そうだからいつもと違う感じに見えてるのかしら。な、なんかこんにちは。配信2月に入ってからは初めてですっけ、配信するのはできてなかったか、初2月初めてですかね。うん、ひいろちゃんのインスタグラムにいいねをしました、ありがとうございます。そう、私は誕生日の時にインスタグラムを開設したんですね。インスタを貸しさせてもらって、で生誕祭の時の写真しかまだ投稿ができてなくて、ずっとね、開設できたのにずっと投稿がね、できなくて、一生だから私の投稿されてるやつの画面が一生増えもせず減りもせず何も変化せず、ストーリーがたまに多分登場するぐらいで、多分ねもせっかく解説したのにって思ってる方もいたと思うんですけど、ようやく2個目の投稿ができました。ミラーボールだ、ありがとうございます。のでぜひ見に行ってみてください。なんかどういう、なんかいつか前髪、今もう前髪しか気にならなくて、前髪伸ばしたいなとかも思ったりもするんですけど、どうなのだろうとも思いながら、なんか今チョコレート、後ろがチョコレートで可愛い。うん、その巻き方好き？前髪なんか伸ばしたいなとも思ってるんですけど、どう思いますか？RKP さんありがとうございます。15の目撃者は行きます。お、楽しみです、ありがとうございます。そう、最近は、そうさっきも言ったんですけど、公演がしばらくなかったので、そう明日はユイナの生誕祭になりますので、タジャドラであります。生誕祭が一緒にお祝いしましょう。ユイナだって12歳ですもんね、小学6年生だから。でももう春からはね、中学生、まだ中学生じゃないかな、逆にこれからどんどん成長するのも楽しみだなって思いながら、ほぼ親というか皆さんと同じ感じの感覚かな。
切りすぎないようにね。切りすぎません、気をつけます。真ん中分け、真ん中、真ん中、真ん中、私は真ん中にしたらこうなるんだけど、なんかちょっと違くない？なんか違う。うん、今だからちょっと中途半端な長さだから、どうなるのが正解なの思ってます思ってます。うん、嬉しい。うちは作ります、お待ちしてます。見つけますね。たけさん、あとまくひこぱんさん、ありがとうございます。最近切ったら切りすぎて、巻いたらお前になってしまったから、ひーちゃんは気をつけてね。そうなのよ、前髪ってセルフでカットしたらね、意外とね、こうやって切って、あ、もうちょいいけると思ってカットカットしたら、意外とね、やりすぎちゃうから気をつけましょう、一緒にあ、ミラーボールありがとうございます。久々に動いてるひろちゃん見た気がする。動いとこう、無駄に横移動、動くというかただ横に動いてるだけなんですけど、確かに久しぶりに配信もできたかなって思って、最近はちょっとバタバタというか、いろんなことを覚えたりとかしてたので、ゆっくり、今日はまったりゆっくり過ごしました。あ、レイヤーが明日で100回目の公演みたいです。おめでたいですね。生誕祭、ゆいなの生誕祭だし、レイヤーが100回目公演みたいなので、え、おめでたい日だ、たくさんおめでとうですね。そう、12歳なんだよ。そう、ゆいなね、背伸びてるのよ。15から19、16日を除く、15から19日は公演とオンラインでひーちゃんウィークになるのが楽しみすぎる。楽しみ、こちらも楽しみですね。そう、たくさんお会いする機会が多いですね、楽しみ。そう、オンライン握手会もあるんですよ、公演もあるし、お待ちしてます。そう、今はどうだったっけな、うん、あ、今はおしゃべり会の受付はしてないんですけど、ぜひ行きたいなって方がいましたらお待ちしてますお話ししましょう、一緒に。センター分けいいやんって、本当に嬉しい。あ、プロトレックさん、ありがとうございます。だからね、そうてか、なんかずっと前髪の話しかしてないんですけど、前髪がどうしようかなので、明日は前髪がどうなってるのかも見どころでゆいなとレイヤーをお祝いしながら、あの、私の前髪結局どうなったのかなっていうのだけ見てくれたらいいなって思います。みむみむさん、ありがとうございます。切腹さんもミラーボールありがとうございます。ユンユンさん、ありがとうございます。みなみさんもありがとうございます。そっか、
インスタライブもできるのか。インスタライブはいつかやってみようかなと思います。なんかそっか、インスタね、解説したから当たり前だもんね当たり前だよねって感じなんだけど。そうじゃん、今日はカミレアとバナナあげました。あありがとうございます。そうなんです、今そう CM 選抜に立候補させていただいていまして、でそう、それの第2ラウンドのランキングが発表されましてですね、10日ですよね。で皆さんのが応援してくださったおかげで、私は今回は12位という結果をいただくことができました。ありがとうございます。皆さん本当にたくさんご協力してくださって、だってね、そうあり本当に感謝の気持ちでいっぱいなんですけども、本当にでね、時間もたくさん無限大にずっとあるわけじゃないし、本当にたくさんの方が協力してくださったおかげで今回12位っていう第2ラウンド12位で、ボーナスポイントも皆さんのおかげで獲得することができたので嬉しいです。本当にだって一人じゃね、こんなに順位に慣れてないので、なので皆さんもね頑張ってるよっていうのをたくさん伝えてくださるので、私も皆さんに負けないように頑張りたいなって思ってます。この今は第3ラウンド中なんですけど、なので第3ラウンドはたくさん今も頑張ってくださってるのも知ってるし、ちょっとこう負担になるかもしれないんですけど、第3ラウンドは今までの中で一番良い順位を目指していけたらいいなって思ってます。私も一緒に頑張りたいと思いますので、時間がある時にご協力してくださると嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございます。本当にそうなんですよそう、その栄光のラビリンスのゲームしてたら、リンゴのキャラクターがあるじゃないですか、あれが最近めっちゃ出てきて出てきてくれるんですね。ただめっちゃ強すぎてめっちゃずっとポチポチポチってしてようやく倒せるっていうね、あのリンゴちゃんキャラクターはね、あのリンゴちゃんが作ったリンゴちゃんキャラクターなんですけど、そう可愛い、なんか作ったのは私でしたみたいな、作者は私でしたみたいな出てくるじゃないですか、あれがめっちゃ可愛い。なんかこういうどんなポーズしてたっけ、なんかそうリンゴちゃんを作ったリンゴちゃんがね、なんか作者は私でしたっていうのが出てくるんですけど、なんかその写真がなんかこういうやつでめっちゃそれが可愛いんです。なんかこうやってポーズしてて超可愛い。そう何回も出てきて何回もね遭遇して、こうやってリンゴをね攻撃してようやく倒せたってなったらそれが登場して、もうめっちゃ可愛い可愛いってなってます。いつも遊ぼうリンゴちゃん本当に面白いそう逃げるのがね早いから、ハンマーとか使ってピーって感じで頑張りますそう明日のカミレアタイムは、そう今もそう今配信しててすごく申し訳ないんですけども、今も現在もただいま進行形でカミレアタイム中なので、そう今やりながら見てるみたいな方もいらっしゃるのかな。そう明日のカミレアタイムは
そう、土日はねたくさんカメレアタイムがポポポポってあるんですけど、平日とかは4回、1日に4回カメレアタイムがありますので、ぜひその時間を狙って、私もいつも時計見ながら、あ、カメレアタイム結構家の中でもなんか両親とかも、あ、今カメレアタイムよめっちゃ教えてくれたりします。ありがたいですね、本当に周りの、そう、皆さんもそうですし、周りの近くにいる方もたくさんの人に支えられてできてます。本当にありがとうございます。嬉しいですね。そう、明日は祝日なんですけど、あの平日、あのなんていうんですか、あの月から金がってことかな。そうなんですそう、明日は久々の公演なのでね、楽しみですね。パジャドラもだっていつぶりだろう、パジャドラもしかしたら、あ、1月19日ぶりかな。パジャドラは結構久々な感じがするので、では明日は何のユニットでしょうか。楽しみに、お楽しみに、お楽しみ。そう、久々なんですよ、パジャマドライブ公演。そうなんです、そう、2月は目撃者以外公演初じゃないって。そう、あの2月の頭にななかとみるん先輩の生誕祭があって、それからそれぶりの公演ですもんねあ、それかも、それだ、明日のユニット、それかもしれない、ゆいなとてもでもかもわかんないやん、まだ。 笑ったでしょ、笑ったかもしれないけどわかんないでしょそれだと思うかも、わかんない、嘘、ごめんなさい、適当に、わかんない、でも本当にあるかもしれないし、わからないから、それだけはお楽しみお楽しみ面白い。ゆいながジャンヌの旗持って出てくると予想してた、かっこよ、かっけー。え、なんか AKB48 グループ初代モテクイーン、な、何だこれは。55位、55位ですって。5 おめでとうって言って、ありがとうございます55位。そう、ちょっとそうなんです、奈々ちゃんが卑弥呼さんを平安時代の人にしてたやつ笑ってしまう。そうなの、なんか一生何時代か覚えてくれなくて。そうなんです、みるんさんの生誕祭の時にミルンさんはやっぱりその海洋生物とか好きじゃないですか、だから多分みんなクラゲヘアしてる方が多かったんですけど、私もで何にしようかなってなった時に、あ、クラゲにしようって思ったら、ちょうどナナカもね、そう、クラゲいいやんって言って一緒に同じクラゲをしたんですけど、そしたらなんか、あらみたいな、クラゲヘアってこんなんだったっけみたいな、2人で話してて、そしたら見れば見るほどなんかに似てるみたいな感じになって、卑弥呼さん卑弥呼さんだみたいな感じになって、しかも私めっちゃ黒、ななかは髪の毛がちょっと茶色いから、でも私本当に黒いし、しかも真っ黒だし、もう本当に黒いし黒ずっと同じこと言ってるけど、そう、めっちゃ黒くて、だから
あの余計なんかその卑弥呼さんみたいな、クラゲヘアってなんかお団子にちょろって髪の毛がうねうねって出てるみたいな感じの髪の毛なんですけど、そう、それがね、そう見えたの、そう見えたらもうみんながあそれだみたいな感じで言い始めて、そうなの、卑弥呼さんヘアって呼ばれてましたね。クラゲヘアです、あれは。お願いします、よろしくお願いします。ともちゃんさんありがとうございます。そんなおめでとうたくさん来るって思ってなかった、そこまで。そのさっきあの上に出てたモテクイーンみたいな、クラゲヘア可愛かった、あ嬉しい、初めて、なんかなんだろう、あミラボルが回ってる、なんて言うんですかね、ちょっと個性的なちょっと個性的なっていうんですか、なんかヘアアレンジをしたのが初めてだったので、でもみんなしてたからどさくさに紛れてチャレンジしてみたんですけど、そしたら卑弥呼さんなったけどなったんですけど、まあ可愛かったって言ってくださったからいいかいいや。ヘアレンジでネッタ作りすぎそもそもクラゲの正解って、そう、なんかね違く見えたんですよ。しかも黒髪がもうそうさせた感じ、黒髪中の黒髪、私めっちゃすごく黒な感じの黒なんですね、見てわかる通り。だからそれがそうさせたと思う北川ヒーローの初サボテンはいつかないつだろう、予定にあるかもしれないし、まだないのかもしれないし言えないけれども、いつか参加するかなお楽しみにですね、そちらも。目撃者で出てないユニットはあと2つ、そうですね、アクセル、愛しさのアクセルとサボテンです。そう、実はあの七日の生誕祭の時は腕を組んでは2個目のポジションだったんですよ。初日私が昇格させていただいて初めての日にした腕を組んでのポジションじゃないところをしてて、だからしれっと腕を組んでは2つできます、ポジションをできるようになりました。そうで、ユニット曲はそうですね、あと2つですね。遊びに来たよ、ありがとうございます、お待ちしてました。サボテンって言われたから頭がサボテンになりました今。サーボテンとゴールドラッシュ、セーラー服まだまだいけますねそう、私二十歳なんで、そうなんですね。今発売中、販売中の生写真、新しく出た生写真の衣装が、今回はセーラー服、みんなセーラー服着てるんですけど、セーラー服です、着ました。学生いけ大丈夫ですか、いけてた。そう、あの前回の生写真からですかね、バレンティヌのやつもありましたもんね、その1個前かしら。
少々お待ちを。今生写真がね出てまして、バレンティヌの衣装からだ。そう、セーラー服の前はお願いバレンティ、そうお願いバレンティヌの衣装を初めて着れたんです。私っていうかみんななんですけど、そう、え、着れる日が来るんだって思いました。嬉しくて、嬉しかったんです。そう、それが伝わればいいかな、この配信は。もう嘘です、それは嘘なんですけど。そう、前回のお願いバレンティヌの衣装の時からヘアレンジの生写真が、ヘアレンジし始めた生写真が登場してますので、ぜひ見てください。あとこれからどんな髪の毛の、なんだろう、生写真が出てくるかもお楽しみにです。そう、それでそのセーラー服の時はそう、メイクさんがね、多分確かそのヘアアレンジを生写真の時に初めてした日の一発目、一番最初にセーラー服の衣装を撮ったと思うんですけど、私が。そう、その時にメイクさんと初めての髪の毛だからどうするみたいな話してたら、メイクさんが絶対にポニーテールとか似合うと思うってアキさんと一緒に言ってくださって、そうで、それでポニーテールになったんですよ、あのセーラー服の時は。そしたらアキさんとかスタッフさんたちに、なんか生徒会長してそうみたいな、なんか優等生みたいな感じで言われて、本当にですかって話しました。本当ですかって話してました。そう、なんかメイクさんとかあとメンバーとかに、先輩たちも含め同期もなんですけど、なんかね、結構髪の毛を、私的には今まではこうやって下ろしてる方が自分的にも好きというか、まあ落ち着くのもあるんだろうし、なんか下ろしてる方が自分に合うのかなって勝手に思ってたんですけど、意外と周りのそのメンバーだったりメイクさんだったりとかからは、なんかポニーテールとかアップにしてるヘアスタイル、それこそあの七日の生誕祭の時に高い位置でお団子したんですね、一個のお団子。それは七日が高い位置でお団子したことあるって聞いてきてくれて、あ、私ないねって言ったら、じゃあそれがいいかもって言ってくれたから、そうお団子初めてしたんですけど、そうなんかアップにしてる髪の毛ヘアスタイルの方が結構あのメンバーだったりメイクさんだったりに、でめっちゃ似合うねっていう風に言っていただける機会が多くて、だからなんか嬉しくて、またしよっかなって思っちゃう、いつも。単純なので、褒められると、あ、いいんですかねってなって、じゃあもう一回ポニーテールしよっかなとかなっちゃいます、すぐ。あ、メールが、あ、よかった、時差があるみたい、届いたみたいです。まだ配信してるんですけど、おやすみなさいって送っちゃった。バレンティヌの生写真は、そう初めてかな、お願いバレンティヌの衣装を初めて着れたんですけど、でもそれが超嬉しくてって話なんですけど、でその時にツインテールしちゃった、初めてしました。巻いてももらってツインテールしました。お
嬉しい。3月そう同期の何人かで出させていただくんですけど、そうそれを申し込んだよっていうのコメントを見つけました。あと春のコンサートもですね、嬉しい、超楽しみにしているのでぜひお待ちしてます。楽しみ。加入時は JK だった？あ、いや違います、卒業したて、本当にオーディション中とかは高校生だったんですけど、お披露目の時はもう高校生じゃないです、かったですね。みむみむさんありがとうございます。バレンティーノの衣装間違えて食べたりしなかった？しないよ。でも本当にバレンティーノの衣装って本当になんか細かくってすっごくところどころいろんなところにチョコがついてたりで本当に可愛くて超可愛いんです可愛いしか言ってないんですけど可愛いんです、すっごく、うん、本当にチョコレートって感じ。もうすぐバレンタインですもんね。チョコ欲しいなチョコ欲しいなとか言って、チョコレートはすごく好きなので大好きなんですけど、なんだろう、生チョコが一番好きかな。何チョコが好きですか何がいいんだろう。何でも大好きですけれども超チョコレートはね美味しすぎる普通に。おもろ、生徒会長してそうってなったって、学級委員面白い。腕まくりしてる写真はすいませんないです、今回はすいません。あと夏のコンサートの時にね、そのコンサートの中でのドラマみたいなちょっとしたドラマに参加さす、ドラマストーリーお話のやつに参加させてもらったんですけど、その時も確かにセーラー服着ましたね。そう、その時はなんか腕まくりしてさえさんに立ち向かうっていうのをしたんですけど、今回はちょっとないですその写真は確かにポニーテールとかお団子とかライブの時ね涼しいですもんね。今まで研究生でずっと髪の毛を下ろしてたので、やっぱり踊ってると、しかも髪の毛が多分もうちょいと長かったので、ちょっと今これ全然見えないからどんな基準もわからない、わかりにくいけど、もうちょっと長かったので結構なんか踊ってたらあっちに行ったりそっちに行ったりって感じで、確かに下ろしてるのは好きなんですけど、そうね、なんかまとめてた方が踊りやすいのはあるのかなとは思います。でもどの髪型も可愛いんですけどね。今日ワインのコスプレじゃないです、別に普通の服なんですけど、どうも こんばんは。そうです、ドットエールフェスはゼップ新宿でありますのでお待ちしてます。3月27日です。
ね、生チョコ美味しいですよね。生チョコをその小さい時に初めて食べた時が衝撃的でした。何ですかこれはってなりました。なんだこれはってなって、とっても美味しすぎてめっちゃ食べちゃった記憶はある。なんか普通にそう板チョコをそのまま食べるのも美味しいですよね。で私ねホワイトチョコの方がすっごくめっちゃ大好きだったんですけど、でも最近はやっぱり全部好き全部好きです。ブラックサンダー美味しいですよね。わかります。なんかチョコかけるクッキーっていうかそういうのって美味しいじゃん美味しいじゃないですか。めっちゃね、だってね当たり前よ。美味しいもの足す美味しいものなんか超美味しいって感じ。おろしてるのが逆に新鮮になってきてるって。そうか。じゃあ今これは新鮮かな。そんなことはない。ワイン配信じゃないよ。渋いちゃんってめっちゃポニーテールに似合いますよね。わかる、超わかる。白い恋人美味しいよね。わかる、超美味しい今食べたいけどないっていうため息です。小豆バーハイほらみんなが言い始めてるからさ、板チョコはわかります、超わかる、美味しいよね。北海道修学旅行で北海道のチョコを食べてあまりにも美味しすぎて衝撃受けて起伏したよって。すごい出会いがあったわけですね、修学旅行で。良い出会いだ。そうですね、確かに配信の時はねおろしてるイメージ。やっぱり公演とかの時はメイクさんがこうやって髪の毛してくださるんですけど、やっぱりなかなか自分でってなるとすごい時間があったりとかしたらやったりするけど、結構私はストレートもさっきも言ったけど好きというかお気に入りなのでストレートかなって感じかな。ブドウゼリーでもないです。確かに公園だと巻いてることもいい。確かにじゃあ明日はストレートかなどうするストレートかなとか言っといてめっちゃギャンギャンに巻いてるかも。そうチョコは美味しいんです。配信中時々ショートカットに見えるよ。え？ショートカットね、なんか多分ここら辺まではあるんですね。私幼稚園の時ぐらいとかこんぐらいの長さはあるけど、ショートボブとかはないか。どうしたら見えるかしら。難しい。こうやって近づいたら
ショートカットに見えますか、これは。あんまり。そうなんです。ね、いおりさんが髪の毛短くなってたじゃないですか。めっちゃすごく似合ってて、そう、それをこの間初めて直接見ることができたんですね。めっちゃ似合ってて、でも写真でももう知ってたけれども、直接見れたのはこの間初めて見ることができて、すっごくめっちゃにやっぱり似合っててそうだから直接言っちゃいました。すごい似合ってますって言っちゃいました。そう、すごく可愛い。なんかね、いいですよね。長いのも可愛いけど、短いのなんか新鮮ですよね。すごく今まで長かった方が短くなったら、すごい新鮮って感じで。ショート楽だよって、あ、おすすめされてる、もしかして。ショートでもちょっと興味はあり始めました、あり始めました、出始めまして。どうなるんだろう。あ、そうですよね、あきさんも昔すごい短くされてたから。確かにね、あきさんめっちゃ髪の毛長いイメージあったけど、すごく短くね、なりましたもんね。確かに、いいですね。いろんな、なんかいろんなのに挑戦したくなってきました。そう、前髪をねなくしたりもしたいなとかも思ってるんですね、実は。ちょっとなんだろう、伸ばすってことなんですけど、でも見たいなって思ったり、ちょっと短く髪の毛してみたりもしてみてもいいのかなとか思ったり、なんかいろんな方のを見てるとやっぱりいろんな気持ちになる。あー、あれもなんかすごいちょっと興味あるなとかなりますね。そう、でもいろんなアレンジ、今はそう、長いとね、ちょっと多分アレンジの範囲も広まるっていうか、まあ短いからしかできない髪型もたくさんあるんですけどね、もちろん。だからちょっと一旦はしばらくは多分全然変わらないと思うんですけどね。一生ショートと一生ロングどっちがいい？でもやっぱりロング、ずっとロングだからそのままロングかな？わかんない、ちょっとあら踏み出せなかったね今でもショートも一生ショート、一生ショートでちょっと伸ばしたいなってなったら勝手に伸ばそうかな一生じゃないね、それは。そうね、究極の選択のよう、まるで YouTube でラジオさせてもらってるんですけども、それのコーナー、企画コーナーがあるんですね。ヒーローに変身するっていう企画と、究極の選択をするっていうコーナーがあるんですけど、そう、それみたいでした今。出張究極の選択してる。確かに出張しちゃってますやん。あ、楽しくなり始めちゃってます。一生卑弥呼様と一生紫式部もいや今考えようとしちゃった、間違えちゃった。
一生金髪か一生黒髪かどっちがいい、どっちもちょっと真ん中そんな回答ね、あの ラジオではダメって言われる絶対にですかね。そんな感じ。6期生メール送ったら読まれる説、お便りですか。そう、確かに結構ね同期の子は送ってきてくれるんです。すごい聞いて、同期の子たちの視聴率すごい高いみたいで聞いてくれてるみたいですね。いつも嬉しい、面白い、本当にたまに同期の子からのお便りが来てると面白いですよ来てるな、来てるんですけどってなります。みゆちゃんからのメール楽しみにしてるって面白。じゃあみんなのお便り待とうかな。そう、メンバーもだし皆さんからのお便りもお待ちしてますので、たくさん送ってください。よろしくお願いします。じゃあ今日の配信はここまでにしようかな。これからはランキングを読もうかしら。今日のランキングを発表させていただきます。13位つよりんこさん、12位あきあきさん、11位切腹さん、10位みなみさん、9位ユンユンさん、8位プロトレックさん、7位 RKP さん、6位にょろこぱんさん、5位茶沢通りの魔術師さん、4位ともちゃんさん、3位アシュラーさん、あ、じゃあ間違えました、ガッさんガッさん、2位たけさんとまくひいこぱんさん、1位はみむみむさんでした。ありがとうございました。今日も配信を見てくださって。それではまだ神レアタイム中なので、私は今から配信が終わって神レアタイムをちょっとやりまして、明日の公演に備えて寝たいと思います。では皆さん、今日も配信を見てくださってありがとうございました。おやすみなさい。ありがとうございました。